影本先生が非常に影響を受けた漫画家っていうのがいて、うん、岡田文子先生、はいはい、こういう絵を描きます。とにかくね、毎回絵柄が違うんだ。え、これ同じ人が描いてるの？同じ人の全部。例えばこれはちょっとモジリアニ風だったり、これはちょっとムンク風だったり、この辺はペイネ風だったり。ペイネだね。そうそうそう、うん、いろいろちょっとリボンの騎士入ってるね。そうそうだね。これはちょっと後に山岸涼子先生が膝の天使を描く原型みたいな、だから、そうなの？そういうすごい人がいたのよ。知らなかった。うん、ただ、岡田文子先生ってデビューがコムなんだよ。コムだから少女漫画って言っていいのかっていう微妙な位置にいるんだけど、この人は24年生まれだから24年組だけど、コムに乗ってた時全部ね高校生の時に書いたの。そうなんだ。そう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 。これすごいバリエーション。当時の少女漫画実はかなり影響を与えていて、うん、でもね多分ね、うん、岡田文子先生はねすごく長嶋慎二が好きだったらしいんで。なるほどね。これは長嶋慎二から来てんだわ。あ、うん、でもそうすごく説得力ある。岡田文子先生は昔は水野秀子先生風の漫画を描いてたんだけど、おそうなんだ、長嶋慎二先生の漫画家残酷物語を読んで、漫画でこんなことやっていいんだっつって、それからの漫画全部燃やしちゃったっていう人。ああ、それはいい話。うん、そう、萩尾先生はその芸術性にすごいやられてたらしいの。どういう関係？友達みたいな感じ？同期っていうか。多分萩尾先生はコムを読んで、うん、コムに一番最初にこの岡田文子先生の漫画が、うん、太陽と骸骨のような少年っていうデビュー作がちっちゃく掲載されるの、はい、うん、それが当時相当衝撃的だったんだよね。おうおう、その漫画がね、うん、どういう漫画かっていうと、うん、8ページか9ページぐらいの短い中身なんだけど、うんうん、内容はね、カリガリ博士、精神病院の中で狂った主人公がいて、看護婦との会話劇、レナードの朝とかと近いのかな。普段は叫んだりわめいたりしてる主人公が、うん、ほんの一瞬まともな状態があって、その時に看護婦さんと会話してるの、はいはいはい、っていう話なんで、そういうジャンルあるよね。そうそうそう、あるある。でこの男の子が何か大切にしてる女の子のポートレートがあって、うん、看護婦さんがそれは何なのってこう質問するわけよ、うん、そしたら、うん、そうだな、それは例えばダンテのベアトリーチェとかトーマスマンのインゲボルグ、ありきたりなんではウェーテルのロッテとかって、またすごい意味をするんだよ。こういうのってやっぱこの岡田さんが最初なんです。スノップ聞いてるね。スノップ聞いてるでしょ。ついてこれないやつ、ついてくんなというね。で、まあ、おしゃれか、そのこと言うから、まあそれは一体何なのって看護婦が言うと、はいはいはい、分からない、分からないの、それはそう言ってみれば分からないから分かろうとする、そういったことさ、何が分からないから何だか分かりたいもの、そういうことって、なんか、ま、もう全然会話が成り立たない。最高最高でしょ、最高。とにかくね、すげえ漫画なんだよ。まあ時代だよね、そういうのが流行ってたね、うん、ただやっぱり女の人が描いてるからなんかね、もっとフェミニンなんだわ。ちょっと病んだ少年の描写とかも手塚先生が描くよりフェミニンで、そういうところに当時の文学書がバッてやられちゃったみたいな。いやいや、わかるわかる、うん、でね、これが載った時にかっこいい、うん、僕も後追いして探して読んだんだけど、当時あのグラコンっていうね、今でいう漫画スクールみたいなのがあって、それにこれがこう掲載されていて、それで選票者が陶芸家ねって言って、それね、正木森先生。そうなの？強法半幻想の正木先生。正木先生、正木先生、正木先生がこれをすごくいい感じに評価してたんだよ、毎回。正木先生いい、年少の読者には気取りと自己満足だけのわけのわからない作品としか見えないだろう。しかし漫画の形式を借りたこの作品は、今まで漫画では使えなかったテーマ、人生、希望などに正面から挑戦している。岡田さんのこのテーマが漫画として完成され、表情豊かな漫画の主人公が滑らかに人生を喋り出し、多くの読者がそれを認めた時、作者は漫画界に一つのジャンルを築くことになるだろうって言って、ね、はい、素晴らしいでしょ。なるほど。このことをさ、ブログに書いたんだよ。そしたらメールが来たの。当時のコムの編集さんが来て、マジか、野口さん、マジか、ごめんなさい、実はそれ僕が書いたんです。へえ、正木さんじゃなかったの。ずっと正木さんだと思ってて、ああ、すげえって思ってたんだけど、うんうん、野口さんが実際めっちゃ正木さん言いそうだそうそう、うん、でもその野口さんっていう人が当時この漫画をむちゃくちゃ買って、この漫画をコムに全ページ掲載しなかったら僕やめますって言ったんだって。そうだね、うんうん、それで乗っけて、はいはい、でこの野口さんって方はね、後々ね、岡田文子さんとね、自殺未遂を起こしてるんだよ。ちょっとその辺の話すると長くなるから、そういうちょっと明治文学的な太宰的な流れもあるという、面白いんだけど、萩尾先生の話なんで、はいはい、軽い注釈を言いますと、うん、当時60年代少年マガジン少年サンデーって一気に商業誌が行くんですけど、それ以外にも可能性はあるんじゃないかと思った一軍がガロというのが出てきて、うん、原稿料は払わないと、うんうんうん、だけど載せたいものは出すと、うん、で、カムイ外伝を載せるためだけに青林堂の社長が作ったガロっていうのが60年代やってくる、知的な若者はみんなガロを読む、それを見てた手塚先生が、うん、僕にもできるよと言って、うんうんうん、コムっていうのを出すわけですよ。つまりガロに対してコムなんで、アンサーとしてね。でコムが何したかっていうと、火の鳥を乗せるためなんだよ、うん、火の鳥を乗せるため対カムイ伝を乗せるための2大バトルが当時のサブカルのメインバトルだったっていうことで、その中の手塚
ステージで君もやってよって言って石森先生を呼んで、うん、石森先生はそこで順を書くと、うん、それがすごすぎて、うん、手塚先生よりも人気よりと言っちゃってこの二人がなんかやばい感じになって、ね、手塚先生がまあ悪く言っちゃって、うん、後で、うん、雨の中謝りに来るというね、まあ、みんなこれはもう伝説として、うん、でそんなステージで何が行われてたかというと、うん、コムでこんな作品が実は出てたという話です、ね、要するに高野文子先生とかめちゃめちゃ受けてるんですよ、はい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 、毎回絵柄が違うところとかやばい人のが繋がっていくね原型なんですよなるほど萩尾先生の、ね、原型なんですよ、うんうん、でこの人のねの漫画で一つすごく重要な漫画があるんですよ、うんはいはい、これはあんまり語ってる人がいないけど、はい、胸を抱き首をかしげるヘルマプロディトスって、はい、ギリシャ神話なんだよ、はいはい、で意外とねギリシャ神話のことをそのまま漫画にしてる漫画なんだけど、はいはい、アフロディーテを母に生まれた、うん、こう美少年のヘルマプロディトスでそれが水浴びしてる時に、うん、ニュンペってこう下級女神なんですけど、うんはいはいはい、ギリシャ神話に出てくる、うん、サルマキスってなんかめちゃめちゃ誘惑するんですよ、はいはい、それでなんかこう近づかないねサルマキス約束するねって言って近づくんだけど、うん、来たら無理やり中にこう入れちゃうの引き入れちゃうで空捕まえたら嫌だというのに分かってるわあなた私に会いに来たんじゃないのってこうめっちゃ肉食なんですこのいや素晴らしい、うんうん、その後どうなったかこれなんですこの二人が融合しちゃうの、はいはい、って言って、はいはいはい、こうなって、うん、それで彼が胸が勝手に、うん、腕が勝手にって言って自分の体をこうやって抱きしめて終わるっていう感じなんだけどこのテーマがさ、はいはいはい、その後の萩尾先生とか、ねうん、竹宮先生がもろやってる感じやってるねめっちゃこれに影響を受けてるような気がするのいやいや本当そうだねで僕はね、うん、最初これを読んだ時にこれが神話だって知らなかったし、うん、このキャラクターがどちらかっていうと僕は女の子だと思ったんだよ僕は最初思ったのは少女がある種その性的なものに目覚める瞬間を描いてるんじゃないかと思った、うん、要するに色っぽい姉ちゃんがいて、うん、そこに自分がこう取り込まれて最終的にはそれを受け入れるって話なのかなって思ったんだけどそういうふうにもちょっと取れるんだけど、うん、で結局ねこういう感性ってやっぱね男には無理なんだよねいやヘルマフロデイテって両性群雄ってことでしょそうこの人ジェンダーがテーマになってることが多いんだけど、うん、女の中の男、うん、男の中の女について語らないんだけど、うん、女の中の男について、うん、もしくは自分の中にいる女っていうものをどうしたらいいかわからない女それに対するアンサーをいろんな角度から出しているっていうのが、うん、萩尾さんの一つのテーマになっているんじゃないかなとは思う、うんねうん、で24年組重要なのは、うん、西暦で言うと1949年で、うん、これ団塊世代の一番コアな人たち、うん、人数も多いんだけど、うん、そうするとね69年の安田講堂の時に20歳、うん、大学2年生、はい、つまり、はい、あの時にど真ん中にいた世代っていうのがこの人たちで革命の世代時代なんだよねで同時に起こってたことがウーマンリブなんだよ、うん、女性解放運動だから資本家と労働者との戦い平等を手にする戦い、うん、それから古いもの伝統を破壊する戦いっていうのがあったんだけど、うん、その一つにジェンダーがあったわけ 女性解放運動っていうのがあってでこの世代はさ本当に古き良き日本っていうのの宿女とかいうものを子供時代に思いっきり押し付けられてて私って何みたいなで壊れそうなところから解放しでその解放していく過程で何かが犠牲になるっていうのを繰り返し繰り返し書いてる。わかる。なんかそこがまずすごく面白いよなっていうのがありますね。あと俺は個人的に思うのがさ、うん、やっぱり女の子って例えば思春期で大人になるこう過程っていうのが男よりもすごい多分恐怖心に満ちてるような気がするんだよ、はいはいはい、要するにさ自分の体がどんどんこう大人になって胸が膨らんできて男性を誘惑してしまう体になっていくっていう恐怖っていうのがあると思うんだよね、はいはいはい、で男はそこまでじゃないじゃん、はい、アホですからそうそうそうはい、結構ねそういう感覚って女の人の中では重要でやっぱりそれまでの、うん、例えば男が女の子向けに書いた少女漫画にそのテーマなんかないじゃん分かんないからねそう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 、うん、だみんなこんな感じが少女を好きでしょって言って悲しい話をそれまで押し付けてたんだけどそう、ね、ここら辺になって初めて女でしか書けないっていう漫画が出てきちゃったんだよそうそうそうだからね女たちによる私たちはどう生きるかっていう、ね、そう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 、うん、っていうテーマで、うん、まあ萩尾さんもまさにそれそうで、うん、やっぱりこの岡田文子先生っていうのは、うん、ある種宝石のね原石をね削らずにそのまま投げつけてるみたいな作家なんだよ、うん、トーン張ってないしストーリーもね説明的ではなく、うん、読んだ読者が個人に感じてればいいでしょっていうこう投げた感じの漫画なんですよいやわかるわかるだから要はこれ自分を受け入れるって話でしょだからこれもしかしたらこれ、うん、少女革命ウテナで、うん、散々長い時間かけてやったやつをこれ1ページやってるんじゃないこれだからウテナとアンシーでこれくっついて最後、はいはい、私は一人になりました、はいはい、みたいな話、はいはい、みたいなまあそれをやってた、うん、原型になってそうそうそう、うん、でもほら当時何の説明もなくそれをやられてもさ恐ろしいなんだよこれって
結局ね、このまま頑張れば一つのジャンルを作れることになるだろうって表で書いてあったんだけど、はい、それを最終的にできたのが萩尾さんなんだよ。うん、高校生だったんで、やっぱりここまでのものでしかできなかった。まあ素晴らしいんだけど、うん、完成させる手前でやめちゃったんだよ。ああ、高校生ってすごいね。君も中学生だけどデビューね、うん、すごいね。10代の完成って書かれてるだけね、うん、だからこのニュアンスと手塚先生のニュアンスを両方持ってるのが、あの萩尾元。